こんにちは、かいもりです。レスリング選手のバックパックの中身には何が入ってるのかっていうのをご紹介したいと思います。でもしもこれからレスリングを始めたいっていう方おられましたら、これらの用品を揃えれば間違いなくレスリングの練習には参加できると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。では行きましょう。自分が使ってるカバンはこういうやつですね。ミリタリータイプのバックパックになります。すごい便利です。それでは行きましょう。まず一つ目はレスリングシューズですね。これは絶対忘れちゃいけないものです。自分はアディゼロの黒を使っています。必ず袋に入れるようにしましょう。というのはこう匂いがついたレスリングシューズをこのままカバンの中に入れると臭くなってしまうので、必ずプラスチックバッグは用意してシューズを入れるようにしましょう。二つ目は練習着ですね。練習着おすすめは2つ練習着を揃えるのをおすすめします。前半に汗だくになった練習着をそのまま後半で使うと気持ち悪くなってしまうので、なので前半と後半用で2つ揃えてもらうと気持ちよく練習できると思います。次はハーパンです。まあスパッツかハーフパンツか、でこれの中に履くものなんですけども、まあ、なるべくならスポーツ用の、まあ、こういう短いスパッツを履くことをおすすめします。あの普段使ってるああいうトランクスのような下着ではなくて、こういうスポーツタイプのものを履いてもらうようにしたらパフォーマンスに集中できると思います。次は靴下ですね。ローシングルのやつでわざとこう足首を見せるやつもあるんですけども、もうシューズのものによってはこの直接肌と触れる部分が痛くなる場合があるんですね。このぐらいの長さの靴下を履いてもらえたら問題ないと思います。次にサポーターですね。やっぱりね、40近くなるとサポーターつけずにレスリングすると次の日膝が痛いんですよ。ということで膝は消耗品ということで、なるべくなら膝のサポーターつけてもらったらいいと思います。もう一つヘッドギアです。これもね、毎日レスリングしてないと耳がね、すごい耳痛くなるんですよ。まあそれがゆえにね、タックルが入りたくなくなる場合もあるので、こうヘッドギアがあったら、まあそう躊躇なくタックルに入れたり、痛みを心配しないでレスリングに集中することができるので、ヘッドギアおすすめです。次タオルです。こうコットン用のタオルとシャワー用の乾燥タオルですね。なんかこうわかめみたいにこう水分を含むとすごい柔らかくなるんですけど、これ2つあると、まあ練習中にコットンタオルで、シャワーの時はドライタオル、体のケアができるかなと思います。シャワーつながりなんですけども、ビーチサンダル、このビーチサンダルを履いてシャワールームに行くと素足で入りたくないなっていうのを予防できます。プラスチックバッグ、これスーパーマーケットでもどこのやつでもいいので、練習した後の練習着濡れたままのやつをカバンに入れると臭くなってしまうので、汚れ物用としてプラスチックバッグは便利です。これデオドラントです。エチケットの一つとして持ってたらいいと思います。ワセリンですね。これは要注意なんですけど、絶対に体には塗らないようにしましょう。それは反則行為になります。どういう時に使うかといったら、やっぱり耳がね、こう当たると痛いんですよ。だとこう額でこうごっつんこすると痛いので、練習の時は事前にこう塗ってます。もう一度言いますが、絶対に体に塗って練習っていうのはやめましょう。爪切りです。爪が長いと相手にやっぱり傷を負わせてしまうので、それはレスリングのマナーとしてはやってはダメなことなので、1本爪切りは持っておきましょう。テーピングです。こんなところが私のレスリングバッグの中身です。参考にしてみてください。ではまた。